はい、続いてリアです。はい、ではリアですけれども、ここもノーマルのパサートのとの違いですね。はい。はい、ご説明していこうと思います。とこちらのリアバンパーの下ですね。はい。はい、このラインが前にもついてましたけども、そのラインが、後ろまでこのようにはい。つながっているという形になってます。はい。でちょっと見えにくいんですが、覗き込んでいただくと、下に先ほどサイドの、スポイラーでついてました。はい、ちゃんとあるんですね。はい、はい、これが後ろにも、ディフューザーというわけではないですけれども、デザインですけれどもはい、ね、はい、先ほどのようにボコボコっとですね、SUV らしさを出したデザインになって、こんな普通じゃ見えないようなところにもしっかり、デザインが施されてますという形になってます。はい、小岩さんからディフューザーっていう言葉が出てくる 枕とか言ってる人が ちょっと今進化しました。進化しました、はい、よかったです。令和ですから今。あとはいつものコーナーセンサー、これはパサート、ノーマルのパサートと一緒です。コーナーセンサー、ついていきます。はい、ということは、横の、いましたね、このそうですね、パークアシスト、はい、付きですね、はい、というふうになります。で、トランクはもちろん電動になりますので、はい、このように開け閉めできますし、はい、もちろん足でも、はい、両手が塞がってても足で開けることができます。はい、で先日ご紹介させていただいたトゥーランにはなかった装備ですけれども、はい、こちら後ろのトランクを閉めるボタンが2つついてます。ついてますね。はい、はい、ディグアンですとかアルテオン、この辺にはついてるんですけれども、通常閉める場合はこちら左側のボタンですが、はい、右側のこの光ってるボタン、これ何かというと、はい、押していただいてランプが点滅している間にドアから運転手が離れると、鍵を持ってる人が離れると、離れたら閉まってくれるっていう機能ですね。はい、はい、試してみます。これはだから両手で荷物を持ったまま、ここで持ってですね、持ったまま出たいよっていうですね、離れると閉まるよ。はい、閉まりましたね。ですね。はい、でこの両手に塞がった荷物を今度乗せたいよっていう時にはバンパーの、ほら、というわけですね。はい、はい、でこれもう一回その押してもらって、左ですか？そう、あ、右の方ね、右の方、オートで閉まる方を押してもらって、はい、両手で荷物を持ちました。持ちました。はい、じゃあこれ OK だね。はい、離れます。あ、忘れ物した、忘れ物した。止まるんですよ。はい、後ろ回りはこういったところかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてはトランクです。はい、はい、これが広い、広いんだよね、すごい広いんだよね。はい、ちょっと暗いからあんまりもしかしたら見えにくいかもしれないですけど、はい、今までここまで内装を見ていただいて、室内もかなり広いですけども、パサート実はトランクもかなり広いです。はい、ライバルより全然広い。ライバル、はい、同じカテゴリーの、そうですね、はい、V 社の V60 クロスカントリー、あれはパサートよりでっかいですからね。そうですね。確か幅が190ぐらいあるんですよね、あれね。とか A 社の A4 って言わないんだっけ今。いや、あれでも A4 ですよね。そうですね。はい。の今お話しした2社さんは、ちょっとトランクのガラスが濡れてるっていうのもありますけれども、うん、ゴルフバッグが頑張って3つなんですが、はい、パサートは4つまで。4つ、はい、積むことができます。はい。はい、積み方は和光支店でお教えしますので、はい、ぜひ来ていただければなと思いますが、はいはい、4つ積んで4人で、はいはい、ゴルフに行くことができます。はい、でこのトランク、ゴルフバリアントの時はちょっと、床下下げるの大変でしたけども、パサートはもう楽々、はいほうほうほう、はい、下に下げてさらに深く、はい、積むこともできますし、はいはい、荷物がこっちにザーって出てこないようにも簡単にできると。うんうん、はい、はい、
であの、まあ、いいか悪いかスペアタイヤがありませんので、はい、でこの下も荷物さらに積むことができると。そうですね、はい、そうですね、はい、あれなんだっけ、なんかの車で、はい、あの変なあの 横から出してさあなんかトゥーランだっけ、荷物動かないようにあれはないですねあれは、はい、あのあれはトゥーランの特別装備ですので、はい、わかりました、はい、あのパサートにはないんで、あれ、まあ、注文してもらえれば別にここで、はい、あそっかっていうか100均で売ってますからかですね、まああれもね、あの、はい、トゥーランぜひ見てください、あれはいいので、はい、なのでかなり広く使うこともできますで、はい、まあこんだけ広いんでそこまですることはあまりないかもしれないんですけど、本当大きい荷物積みたいという時はさらに倒していただいて、あこれワンタッチでいけますね、ワンタッチでいけますね、はい、おお、はい、でこの辺はあのゴルフとかと一緒ですね、トノカバー、はい、トノカバー外して、はい、でもう一個がネットですね、パーテーションネット、パーテーションネット、はい、はい、これも簡単に外れますから外していただいて、簡単に外れるっていいのかな、よいしょ、はい、はい、簡単に外れますから外していただいたら、はい、引っ越しできますね、あそうですね、はい、ですね、かなり広いですね、いや靴脱ぐのかなと思って、あのやっぱり行きますか、いや行きましょうか、行きますかね、はい、どんだけ行けるか、よいしょ、小林さん身長はいくつでしたっけ、178センチです、はいはい、178センチの小岩さんが寝て、はい、ま、今これはシートぐらいまで頭を、はい、こっちには余裕がありますね、前の方には、うん、はい、でこのぐらいですね、はいはいはい、ドア閉められます、はい、で出ますね、出ますね、はい、はい、でもうほぼフラットですね、よいしょ、はいはいはい、全然大丈夫です、はい、全然余裕ですね、はい、はい、続いてはライトいきます、はい、ではスモール、はい、おー、これいいですよね、いいですね、まあ、これもあのトゥーランとかと一緒、うん、ティグワンとかも一緒ですかね、このあのなんだここだけじゃなくてこの中もこのプロジェクターのところも、ちゃんと光ってくれますと、そうですね、はい、かっこいいですね、はい、ほい、じゃあライトオン、はい、ああ4灯、4灯ですね、4灯、はい、僕の好きな4灯です、はい、はい、でフォグランプ、はい、あはい、優しい色ですね、そうですね、はい、お決まりのハロゲン、ハロゲンです、はいはい、なります、ウィンカー、はい、ん？おう、ウィンカーはあースモールの下ですね、はい、LED です、はい、はい、でハイビームなんか今変な音したよあハイビーム外側ですね、はい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 、はい、なります、以上ですかね、はい、以上です、はい、はい、では続いてはリアのライト周りです、はい、ライトオンです、ああ、ああ、いいですね、いいですね、はい、はい、LED で、はい、はい、ではブレーキオンです、はい、おお、これあのティグワンと同じパターンですね、うんうん、横に光ってると見せかけて急に縦になるみたいな、はい、形が変わるんですね、そうですね、普通昔だったら明るさが変わるだけでしたけどね、うん、横が縦になるってすごいすごいですよね、改めて見ると、はいはい、でバックフォグです、はい、ああはい、ここが光るんですね、はいはい、リバース、はい、あリバースは両方とも、光りますね、でバックカメラはこのフォルクスワーゲンのエンブレムから出てきます、はい、はい、でウィンカー、
お、ウィンカーは、このテールランプの中の横のやつが1個光りますね。はい。ありがとうございます。はい。以上ですかね。はい、以上です。はい、ではご紹介は以上になります。でこちらの車のお値段は、はいはい、こちらのパサートオールトラックアドバンスですけれども、はい、こちらの金額588万6千円になります、はい、でオプションで選べるのはサンルーフだけになりますので、はいはい、サンルーフは15万4千円でサンルーフをつけることができます。なるほど、まあ、パノラマスライドルーフそうですね、はい、ですね、はい、つけることができますと、はい、でまあ、ノーマルのパサートハイラインでも、はい、まあ、テクノロジーパッケージがついたら、うん、だいたい520万、TSI、はい、ですね、はいはい、なりますから。 TDI だともっと高い、そういうことになりますよ ね、 ね、うん、あで考えたらそれに四駆になって、はい、TDI のですかハイラインだと550万円ぐらいまでいっちゃうんですよね、はい、今ざっとで喋っちゃってますけど、はいはい、でこれが586万円ですから、うんうん、まあ30、まあ、40万円ぐらいプラスしていただいたらフォーモーションになってこの見た目になってですから、うん、うんうん、実際かなりいいんじゃないかな。いいですね、はいはい、であの四駆システムもあの実は今のフォルクスワーゲンの最新 の、はい、あのラフロードを走るための四駆システムになっているので、うん、はい、かなりアクロの走破性も高くなっていますと、はいはい、いうふうになってますから、やっぱりそういうところも含めたらかなりお買い得なのかなと。そうですね、はい、いう車ですね。いい車ですね、本当にいい車ですね、うん、なんかこのまあ、1個前の 3C、はいはい、もう良かったですけど、うん、この 3G になってから、はい、やっぱりよりかっこよくなって、あ、あの台数が出るようになった気がします、はい、ね、そうですね、だから、まあ、あのパサートってやっぱり日本だとちょっとまだなんかマイナーなイメージがありますけど、すね、パサートって言ってもんっていう、まあ、そうですね、何でしたっけっていう感じですね。そうですね、なんですけどドイツだとすごい売れてるんですよ。そうですよね、はい、あの、まあ、一番はゴルフなんですけど、去年なんか見ました、去年の販売台数、あ、1位がゴルフファミリー、ゴルフシリーズ、シリーズ、はい、まあ、多分ゴルフ、ゴルフバリアント、うん、ゴルフスポーツ版、あ、はい、向こうだとトゥーランはゴルフに入んないんですよね。あ、そうなんですね。トゥーランはだってゴルフトゥーランって言わないもん。トゥーラン。トゥーランですか。はい。あ、日本だけですか。日本だけです。あら、日本だけ、まあ分かんないですけどね。うんうん、はい。本国はゴルフ、トゥーランにゴルフはつかないですね。あ、そうだったっす、ね、そうですね。あら、知らない。意外と知らない、知らない事実なんですけど。なんだっけそれで。うん、うん、パサートがあんで。ゴルフがそう1位で21万台ぐらい売れてるんですよ。あ、はい。で、2位になんと、うん、なんと、あー、惜しい、惜しい、アップ、いやいやいや2位がティグワン、あー、ティグワンなんですね。そう、あー、でももう全然差があって台数の7万何千台とかなんですよ、うん、あ、そうなんですね、はい、ゴルフがもうダントツ、あー、で3位も、3位がポロで、ポロも7万何千台とか、うんうん、で4位がパサート、あ、はい、で5位がメルセデスの C、 あ、で6位が、あの、オクタビア、あれ、セアト、シコタ、シコタ、あ、本当ですか、まあまあそんな感じで、ほとんどトップ5はもうフォルクスワーゲンが、あ、まあ、大体独占してて、いつもなんか5位ぐらいに C クラスが入ってるみたいな、まあ、そんな感じっぽいんですよね。ああ、そうなんですね。だから、あの、はいはい、あとは皆さんに知っていただくだけっていう、なんですかね、はい、パサートオールトラック見に来たんですけどってお客さん来たらちょっと
こう構えますもん構えちゃうんですか、まあ、構えちゃうというか、うん、なんか知ってる人が、ね、あそういう意味ですね、うん、クロートだな、クロートだな、まあ確かにそれはありますけど ね、でもそんなに気にしなくていいですよね。そうですね全然いい、ね、全然、はい、何も知らない、YouTube 見てちょっといいなと思ってでいうレベルで全然 OK ですよ ね、はい、そういう人が増えてくれたらなっていうところですね、はい、そうですね、はい、YouTube 見たって言ってくれれば、あもしかして特別な あれがあれでスペシャルオファーが言えてないですね、はい、ありますよ、ありますありますね、はいはい、スペシャルオファーがスペシャルあできてるできてる、あできてる、できてます、はいはい、ありますね、はいはい、この車はまあ展示車ではありませんので、はい、お店に来ていただいて、試乗したり、まあ、車見てもらったりっていうのは、まあ、基本的にないですね、うんうん、まあ、そうですね、残念ながら、はい、残念ながら、はい、ないんですけど、まあ、見たいよとか、乗りたいよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせをください。そうですね、はいはい、ご用意することは全然可能ですので、できます、はい、展示車がないんですけど買える車は豊橋に、豊橋ですね、はい、そうですね、はい、カーサイロの中に何台か、何台か、はいはい、いますからね、各色何台かずつはいますので、います、はい、買えないわけではありませんので、そうです、はい、買えます、はい、では、いつもご視聴ありがとうございます、パサートオールトラックよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。